ングルからこんにちは、ロアです。今日はですね、まあちょっとクリスマスかサンタコスです。私のチャンネルを見てくれている方、男性が多いんですよ。もうクリスマスまであと1ヶ月もないってぐらいじゃないですか。参考になるようなものをやりたいなと思いまして、今日の企画第1弾はですね、 YouTuber の女の子に聞く、クリスマスに彼氏や好きな人に連れてってもらいたいところを電話で聞いていこうと思います。ちょっとみんなどこ行きたいのかな、参考にならないと思うんですけど、ちなみに私はですね、テーマパーク系に行きたいですね。あとはなんかクリスマスマーケットみたいなご飯があるようなとこにも行きたいなって感じなんですけど、いろんな人に電話かけていこうと思います。まずはコナンちゃんにかけてみようかな。あ、出た。あ、もしもし。あ、もしもし。突然なんだけどね、クリスマスに彼氏、男性に連れてってもらいたいところとかしたいことって何？うん、クリスマスディズニーに行ってみたいのと、ちなみにランドとシーどちらですか？シーオンリー。あ、やっぱシーなんだ、うん、あ、なるほど、ありがとう。はい、バイバイ。じゃあねー。テーマパーク、あ、テーマパークでしたね。でも一緒でした。ちょっとカスちゃんかけてみます。授業中。あ、もしもーし。もしもし。あ、ごめん、大丈夫、電話。ちょっと今ね、動画撮ってるんだけどね。あ、撮ってんだね。そうそう、コナンちゃんの次にかけた、今そう、2番目の彼女に今かけました。これちょっとツイッター見てる人にしか伝わんないっていう。クリスマスに男の人に連れてってもらいたい場所とか、やってもらいたいことを聞いてて、ちょっと男性視聴者の方がちょっと多いのでね、私あの参考になるような回答がいいな。昆虫取りとか、まあ、そういうのはなしでね。クリスマスは絶対撮ったところの出かけ入れないで、もう家でゴロゴロ。あ、家でゴロゴロって言いましたね、今。ちょっと文面で送ります。ありがとう。文面で待ってます。ちょっとカスちゃん文面にします。テンポ悪すぎるんで。ありがとう、バイバイ。あの、事務所にキヌちゃんがいたので、キヌちゃんにも聞いてみようと思います。ちょっとね、マスクしてる、打ち合わせできてるから。こんにちは、キヌです。キヌちゃんがクリスマスに、ま、男性に連れてってもらいたい場所とか、やってもらいたいことを聞きたい。場所、うん、私でもあんまりイルミネーションとか興味なくて。すごい女子力ない。なんかライトだし、ライト嫌い。イルミネーション、ただのライトだと思うからな。イルミネーション寒いし、家でケーキ食べたいかな。ああ、お家、なるほどね。チキン。あ、チキン食べたい。ホームアロー見ますか？あ、ホームアロー限定。お家でゆったりしたいという感じの考えの子もいます。難しいね、女って。キヌちゃんの意見のせいで結構難しいな、女って思っちゃった。ありがとうございます。ありがとう。なんかまとまりのないこんな、ね、ありがとうございます。あ、カスちゃんの返事来てました。クリスマスはどこも混むし寒いので、お家でゴロゴロしてクリスマスっぽいケーキ食べたいですね。キヌちゃんと変わんなかったですね。クリスマス企画第2弾。クリスマスアバターに出ているちょっとゲームをね、やりたいなと思って、ちょっとゲームはちょっとね、最近いろいろ挑戦してみようと思ってまして、今回やるゲームはですね、ミトラスフィアというゲームなんですけども、今ならそのクリスマスにちなんでサンタの格好のアバターもゲットできるみたいなので、せっかくなんでちょっと動画でやってみようかなっていう感じで、ちょっと今回第2弾の企画はこちらのゲームをやっていこうと思います。いや、それではまずちょっとね、恒例のルーレンガチャを引いていこうと思います。ピックアップ武器や星4のものをちょっと狙っていこうと思います。あ、そうで、なんか職業っていうのがね、5つ職業がありまして、全職種10連ガチャとかもあるんですけども、全職種10連ガチャやっていこうと思います。せっかくなのでね、いきます。お、なんだ、絵が綺麗ですね。っていうか、なんかちょっと好きな絵ですね、私。綺麗だ。星2。頑張れ、星2。頑張って。お、なんか良さそう。お、来た、星4。来ました、やったぜ。あ、来そう。あー、また星4来た。星3。まあ、星2。おっと、来るかな。おー、星4来た、すごい。星43つ出ましたね。やったー。あ、装備可能職業とかあるけど、全部いけますね、これ。アバターがね、すごい細かいところまでちょっと変えれるので、せっかくなんでちょっと変えていこうかなと思います。可愛くしたいなー。絵が可愛いんですよね、まず。この絵可愛くないですか？めっちゃ可愛いんですよね。どうしよっかなー。髪の毛。ちょっとこの感じ好きだから、これでいこう。髪の色、茶髪でいいや。目の色、めっちゃ細かい。
笑わせます。 OK 保存した。いいね、こんな細かいところまで決めれると楽しいですね。でね、ちなみに結構珍しいと思うんですけど、性別が1日1回変えれるんですよ。ボイス設定もすごい細かく決めれるんですよ。このめちゃめちゃこちら見てもらうと分かるんですけども、有名な方々ばっかりなんですよね。ボイスがこんなにあるってすごくないですか。アイドルってね。よろしくね。おー、ツンロリ、よろしくしてあげる。いやー、なるほどね、可愛いですね。あ、悟空、野沢雅子さん、あー、ドラゴンボールだ。やるの。すごいですよね。めちゃめちゃ豪華だな、声優陣。ちょっとロリ好きなので。よろしくです。かわいい。さっきの子にちょっと合いそうな気もしますね。とりあえずちょっとこれにします。まあね、アバターといえばね、衣装ですよね。ちょっと変えていこうと思います。ちょっとこんな感じでちょっとお着替えしました。ちょっとゾーンに戻ってきました。このなんかゾーンってところではですね、なりきりちゃったエモーションでコミュニケーションが取ることができます。よろしくです。はい、こんな感じでね。すっごいよね。かわいい、かわいい。手振ってるマークですね。これがエモーションなんですけど、こういうちょっと動きだけですね。わあ、めっちゃ驚いてる。わあ、みたいな感じで、これがエモーションですね。こんな感じでコミュニケーション取ることも可能ですね。でね、こういうのちょっとまだあんま分かんないよって人に関しては自動装備もできるので、ちょっとそれもしますね。はい、で今自動装備は完了しました。先ほど軽く紹介したんですけども、職業が5つあるんですよ。製造士やってみよう。転職します。でメイン自動装備にします。戦闘力1614だった。即興力だったぞ。では早速教頭バトルの方に行ってみようと思います。教頭プレイ、って言ってるよ。かわいいよ。勝っちゃった、早い。今のはですね、教頭プレイといって他のねプレイヤーさんのところに乱入して一緒に戦わせていただきました。隊列移動を駆使してちょっとね対決していくのも一つの方法かなと思いますね。これですね、これを押したら後ろに行ってちょっとダメージが減ります。はい、で黄色いのが溜まるぞ。今左下の黄色が溜まるの待ってるね。ホーパーってめっちゃ使ってますね今ね。あ、今のでいけました。一気に使いました。はい、こんな感じでちょっとねクリスマスということで、個人的に普通に楽しくやりました。はい、ちょっと ID をね公開するので、よかったらぜひ一緒にバトルしましょう。 ID がですね2739726019ですね。こちらよかったらフォローしていただいて一緒にできたらいいなと思います。ということでまたねー。